ボブ・ウッドワードボブ・ウッドワードは、ワシントン・ポスト紙編集委員。カール・バーンスタイン記者と共に、ウォーター・ゲート事件における卓越した調査報道で有名。イエール大学卒業後、海軍に勤務。その時、ホワイトハウスとの連絡係を務め、ディープスロートことマーク・フェルトと知り合う。その後、海軍を退役。地方紙への勤務を経て、ワシントン・ポストに勤務。 単なる侵入事件と見られていた、ウォーターゲート事件をバーンスタインと共に調査。FBI 副長官になっていたフェルトの協力もあり、ウォーターゲート事件における、ニクソン政権の組織的な関与を裏付けた。後に、同事件は、全国的な注目を浴びることになり、政権からの様々な圧力に屈しなかったポスト氏と二人の、記者は、ピューリッツァー賞を受賞した。その後も、 クリントン政権のチャイナゲート事件などワシントンの政界を主な取材対象として積極的な調査報道を行う。ニックソン政権の終焉を描いた最後の日々からブッシュ政権のイラク政策の瞑想を描いたブッシュのホワイトハウスまでその著作は常にジャーナリズムの世界で注目を浴び続けている。2018年9月11日には ドナルド・トランプ政権の内幕を描いた恐怖の男トランプ政権の真実を出版した。ありがとうございます。